羽橋立東市中学校は、三重県羽橋の離島、東市島にある公立中学校。2016年5月1日現在の生徒数は3、学級58人。田江市地区の指定避難所である、大畑遺跡などの島内の遺跡から出土した、石防帳などを校内で保管している。羽橋は小規模校の存続条件として30人以上の在籍を示しており、2015年に、 古代市中学校を本土の鳥羽東中学校へ統合することを示唆した。2016年時点では58人が在籍しているが、2022年には30人を下回る見通しで、住民らが古代市、コミュニティスクール実行委員会を2016年7月に立ち上げ、存続を求める1209人分の署名を2017年に、木田久市周一鳥羽市長へ提出した。 実行委員会は、署名を提出するのみならず、小規模特任校制度の適用、小中一貫校化、下宿で、島民外の生徒を受け入れる、寝役留学の導入など、学校存続案の提示や、人口減少対策も提言した。地域密着型の教育が行われており、地域住民を招待する、学校行事を多く行っている。特に一年生は一年間をかけてわかめ養殖を、 体験する、ふるさと学習を行う。答え市中学校の学区、とえ市小学校の学区と一致する。投資島には、投資町の他に桃取町があるが、桃取町の中学生は、答え市中学校ではなく、本土の鳥羽東中学校に通学する。バドミントン部、野球部、ソフトボール部がある。特に、ソフトボール部は全員が中学で、 初めて競技するという環境ながら、三重県大会で優勝争いに加わるほどの競合である。部のコーチもソフトボール未経験者であり、特別変わった練習メニューを課しているわけではなく、地域住民の支援を受けながら、選手は自ら強くなる方法を考えて実践するという。南側の関東から望む、小代市中学校、和津集落から少し西側に離れた山側にある。 学校は和津集落から西側に離れたところにある。周りは山に囲まれている。ありがとうございます。